近藤誠工業塾は、近藤誠によって1863年の春夏の校に創立された日本の私塾、現在の工業社、福沢諭吉の慶応義塾、中村吉隆の同忍者と共に三大義塾と称された。この塾を創立した近藤誠は1863年に軍艦総連署に通い、オランダ式の公開測量を学んでいた。 近藤誠のオランダ語の学力は、軍艦総連署に通い始めて、すぐに人々が知ることになった。近藤誠とともに勉学に志していた者の,の中で、オランダ語が苦手な者が、近藤誠に教えを請うようになってきた。そのため、近藤誠は、同年の春夏の頃に、四谷坂町の判定内の自宅にてオランダ語を、同志たちに教えるようになった。このように、 公玉塾は自然発生的に生まれた塾である。海塾当初はピラールの公開書、レースの海軍士官筆記を教科書としてオランダ語を教えた。またすぐに数学についても教授した。そのうち公開術についても教える内容を広げてゆき、1866年には英語を教授するに至った。塾名については海塾当初は 近藤塾などと呼ばれていたと考えられるが、近藤誠はため作塾と塾名をつけた。1868年に判明にて、賭場藩に戻らなければならなくなりため作塾は自然消滅した。近藤誠は1869年に海軍の方から海軍総連署の教師になるように飯し出しを受け、上京して賭場藩邸で暮らすことになった。すると、すぐに、 旧門人が集い、さらに入塾を希望する者も現れた。近藤誠は、藩の許しを得て、ここ二塾を再開した。海軍総連署が新校舎に移った時、近藤誠は、兵部省より特別二塾の経営と寄宿に、便利なように広く大きい長屋を対応された。明治5年の私学名細表に、近藤誠が明治2年11月より、開業と書いていたことからも、 この頃になって、塾も、定裁を備えたと言える。近藤誠はこの塾を公玉塾と命名した。明治2年の暮れには、塾則、教則も整い、教授科目も、数学、漢学、英学と広がっていった。ありがとうございます。